はい、こんにちはあの今日もたくさんの,あの人たち皆さんが、ね、来ていただきましてありがとうございます。えー、今日はね第3回目ということでもう、えー、3回解禁の方ってだいぶおられますでしょうかね。 はい、それからあすごいですね2回という方はどうですかね、はい、で今回初めてという方はどうでしょうはいそうですねそこでですねちょっとですね最初はですねざっと復習をしたいというかちょっとだけね復習をさせていただきたいと思いますでお手持ちのです、ね、この冊子のところですね「地茂歴再発見」という冊子なんですけどもまあ 3ページがですね今日のやるところなんですね要するにスポーツ王国といって実は甲子園球場だけじゃなくてものすごくいっぱいな,なんか施設があったということをね今日お知らせしたいでそのですね施設がですねまあ一番この発展した時がこの1942年なんですねでそれがこのマップにあるわけですずーっとマップにありまして えこのすごいですね競馬場もあって甲子園球場だけじゃなくて100面のテニスコートもあってっていうことでものすごくその甲子園地区っていうのは阪神電車が力を入れていたところなんですね。でこれはなぜこういうことになったのかっていうのは一人の男がいててそして甲子園球場が。 建設される時に代表取締りであった三崎製造という方ですね、まあ、この方が中心になって進められたでもそのよく鳴尾球場で高校野球今の高校野球がいっぱいになったから甲子園球場が作られたというのではなくて実はこの三崎製造さんがまあそれよりもう12年前にですね そういう計画を立てられたんだとまあ、そういうようなところから、実は講師園ができているというようなところをですね。今まで2回やってきました。で、そこでですね。それをまあ,あの若干スピードアップしてまとめましたので、1分ちょっとなんですけれども、動画の方を見ていただいて、えー、復習ということで、皆さん揃ってですね。同じまあ、知識を持ってやっていきたいと思います。それでは動画お願いします。 後に阪神電車の代表取締役となる三崎製造さんは技術長として日本初の都市間電気鉄道を建設した後欧米の視察に出かけますこの時西宮から鳴尾の海岸沿いを英国のブラックプールやブライトンアメリカのコニーアイランドのような海岸リゾートにしようと計画します12年後広大な枝川跡地が売りに出されたのでこれを購入 阪神電車は甲子園周辺にスポーツとレジャーの王国を作ったのです1930年オープンの甲子園ホテルは西の帝国ホテルと言われました甲子園球場は1924年王国の一番最初の施設として誕生その横には1937年甲子園大プールと呼ばれた 飛び込み台や夜間照明もある5 0メートルプールができました球場の南にはテニスコートが100面あり1万人収容のセンターコートもできました1929年に建設された甲子園南運動場はサッカーやラグビーアメリカンフットボールのほか陸上競技の会場にもなりました 1928年に作られた浜甲子園の2 5メートルプールは日本のプールの草分けでした海岸沿いには最新鋭の電気仕掛けの遊具を備えた遊園地阪神パークがありました動物を放し飼いにして展示する最先端の動物園も併設されました東洋一の水族館もありました ジラを日本で初めて飼育した水族館として有名でした隣の甲子園浜は日本最大級の海水浴場としてとっても人気がありましたそしてこれらの施設をつなぐ路面電車も走っていました甲子園周辺はあらゆるスポーツができ それじゃあ、もう楽しめる王国だったのです。 今です、ね、あのヨドちゃんというのがですねいろいろやってますけどもまさにですねクジラというのを日本で初めて飼育した水族館があったということなんですね。で私がちょっとねあの前回も前々回も言い忘れてることが一つありましてちょっとあの電車をちょっと出していただけますでしょうかね。これですねこの電車。 これを言いたかったです。見てください、これ。網なんです、これ。こう。ここね。で、これはね、なぜかというと、昔はクーラーがなかったですよね。で、そこで、ここを網にしてしまえということなんですね。で、冬どなしたんや言たら、これ、鉄板入れ替えたわけですよね、これね。すごいことです。 それから見てください。当時としては、これリクライニングシートというか、こう、まさに向かい合いのシートなんですよね。で、これを海水浴場までこうベーっと走っていったという、まあ、こういう変わった電車を作って驚かせようというのがですね、結構阪神電鉄の伝統みたいで、今、向こう側線っていうのは、いろんな面白い電車が走ってますねね。まあ、そのルーツが実はここにあるん違うかなというふうな思いました。それではですね、今日はですね、この。 まあ、いっぱいの施設があったということなんですけどもそれじゃあです、ね、スポーツごとにですねちょっと振り返ってみたいと思います電気の方よろししくお願いします,、はいえーっとですね、スポーツとしてまずやっぱり野球というのはねこう避けて通れないとこなんですけども野球というのはですね日本に初めて入ってきたのはどれぐらいだというと明治時代なんですね。 で明治時代で中心になったのはどこかというとですね実は東京の大学なんですよ。で東京の大学で特にですね野球という言葉自体もあの一高といって東大のですね前身になる第一高等学校っていうのがあるんですけどそこの野球部の人がですね野球という言葉を訳したんですね。でそれが1894年なんです。であと東京でそのまあ言うたら。 市高とかそれから早稲田とか慶応とかその学生の間で野球というのがその明治時代に広まっていったんですね。でところがね関西ではですね、まあ、全然そんなん、まあ、あんまりみんな野球っていうのは知らんかったわけです。でその関西での野球のブームに火をつけたのが実はですね阪神電車なんです。ねこう 一生懸命こう経営でール、ね、園っていうのは今あの河野さんとハゼ山さんという2人のまあオーナーがいててその人が名字上の河とハゼっていうのでール園なんですけど、まあ、そこで遊園地を作ったその中にグラウンドがあったんですね。でそのグラウンドが実は関西唯一があの野球ができるグラウンドだった。 とということだったんですだからそのに日本の関西の野球ブームは実は園が発祥と言えるんですね高炉園のところで早稲田大学とシカゴ大学というね、まあ、その2つの大学が戦って初日にはですねなんと3万人が高炉園に押し寄せた。 で変わったこともこうやってるぞスポーツはこんなんだすごいのと言ってもう大盛りり上がにそのまあいうたらところから始まってで次にですねそれが結構いけるというので作られたのが豊中の運動場なんです。 で豊中の運動場で実は皆さんご存知かと思いますけども高校野球の第1回は豊中で開かれたっていうことですよね。でその豊中から第3回を引っ張ってきたっていうのが鳴尾球場と言われてる、ね、球場なんですけどこれは。 競馬場の中にあってその競馬の馬の走るトラックの中に人間走るトラックがあってその中に球場を作ってでそれを第3回大会から引っ張ってきたでこれまた阪神になりましたねでそれがいっぱいになってまた競馬場もですねその馬券が復活するというのでそれでですね作ったのがその甲子園なんですけども計画的にはまあ実は今見ていただいたようにあったわけですよね。 ではですね、この野球の発達というコロ園のところからですね、どういうふうにこうなっていったのかというふうにピックアップしてみたいと思います。それでは動画よろしくお願いします。阪神電車コロ園駅は、河野さんと長山さんが作ったコロ園遊園地の最寄り駅として設置されました。 ロ園遊園地にはアトラクションや動物園のほか当時としては珍しい運動場がありましたここで関西初の国際野球が開催されシカゴ大学と早稲田大学が戦いました初日に3万人が詰めかけこれがきっかけとなり関西の野球ブームに火がつきますロ園が平園となり 鳴尾競馬場の中に鳴尾運動場が作られます馬が走るトラックの内部に陸上トラックが作られそのまた内部に2つの球場が設置されたのですそこに今の夏の高校野球が誘致されます1917年春完成した球場でフィリピン大学と早稲田大学の国際試合が行われ 夏には高校野球も始まりまりしたそして野球人気はさらにエスカレート甲子園球場が建設されることになります甲子園球場の総収容人員は8万人それでも超満員となりますそこで1929年アルプススタンドが作られましたそして1935年 大阪タイガースとして阪神タイガースが誕生します翌年にはプロ野球も始まりました同じ頃外野席が50段の鉄筋コンクリート製となり現在の甲子園の基礎が出来上がったのです はい、駆け足で見てきましたけれどもこんな形で球場甲子園球場ができて野球というのができてきたんですけれどもちょっとですねその甲ろ園の方の画面っていうのが分かりますでしょうかやってるところですね、えー、甲ろ園の方ですねはいこれですねこれ。 こういうねもう本当にもう明治時代の話ですからこんなねたら写真しか残ってないんですけれどもなんとですねこの1910年のですねこの10月の25日の写真と思われるわけですね。で10月の25日の時にですねまあ前日ですねこの四股大学と早稲田大学が大阪に来た時はですねすごいですよ。大大阪駅から大歓迎で ホテルまで提灯行列をやったっていうねそれでですねもう一つすごいのはですねこの公論園での初日の25日はですね始球式これにですねなんと大阪市長の、ね、上村さんという大阪市長がですね始球式をやったんですそれほどすごかったんですねそれでまあ言うたらこの後にですね実は2年後にですね 1912年のですね5月18日に今度はですね同じ場所でなんですけど早稲田が来るんやったら慶応が来るんだって言って慶応がですね来たんですね。で相手誰やねんって言ったらフィリリピン駐在ののアメリカ軍の選抜チームなんですで当時フィリピンっていうのはあのアメリカの領土だったんですね。でそこで駐留している軍隊の人が選抜されて慶応と戦った。 そしたらですね、また上村大阪市長が式う式を行ったんですね。まあすごいですよ。市長がですね、で在任期間見てみたらですね、その市長が市長になってから2ヶ月後で早稲田の式う式をやってね。でこの慶応の式う式やった2ヶ月後に辞めてるので。<laughs> ね、もうなんかあの始球式のために市長になったような気もするんですけどまあそのおかげでですねまさに野球というのはブームに火がついたとこういうことなんですねですからまあこの高ロ炎というのは忘れてはならない試合ですさてそしたらですね成尾球場を見てみましょうここでちょっと面白い分析をしてみますねで成尾球場の、えー、この写真この写真はね結構有名な写真なんです でところがですねこれはですねどことどこがやってるか言ったらですねまたフィリピンなんですよ。フィリピン大学と早稲田大学がこれこけら落としに試合してるその時の写真であるというふうに思われるわけですね。でこれななんんででそう思う思かなんですけども この後ろのねこれ木製のですねこのずっとあの観覧席がこう建てられましてねこのまあい競馬場の中ですからああの競馬やらないかんというか馬が走るので邪魔になるので球場が使う時だけこれをガラガラと運んできてこう作ったわけですね。でこの時のこれ見てくださいね。それで次がですねこれからあと8月になって第3回大会のこれが。 えー、優勝耐久大けの初めてのナルオの時の入場式の写真なんですけど私が注目するのはこれなんですよねこれどうでしょう屋根がついてますよね屋根がついてますよねだから違うと分かるわけですね。 女の人っていうのはねまあなんかあのやっぱり私もそうですけど日焼けというのはちょっとねのはまあ言うたら気になりますよねそこで女性客を引き込もうというそういうことでこういうね後ろの方でこう屋根を作ってここへね有名女優が来ました、ね、有名女優が来てね観覧したという記録も残ってるんです。で、まあ、そういうこの屋根というのが後の甲子園ですね甲子園の方の屋根につながっていくんですね。 で甲子園の方でも後ろですねあるは女性客をこうずっと寄せようというのでずっとですねまあ屋根が作られたわけですでアルプススタンドっていうのがね、まあ、あのちょっと見てみましょうかこれですねこれですね,これですねアルプススタンドここもですねずっと最初はですね土手だったわけです土手っていいますか、まあ、土をこういうふうにして持って川の土手のような状態やったんやけど あんまりにも人が来るので,、ね、でもうここでもっぺんこの大きくしようやということでここへ50段これ50段なんですけど鉄筋コンクリートを作ってそれが1929年なんですね。で2年後ですねまたそのさっきの屋根ですこの屋根をですね実はアルプススタンドにも屋根が昔はあったんですね。 だからその屋根っていうのは結構そういう女性客をまあいたら引き込もうというそういう戦略のもとにまあ作られたわけですね。でこのまあ甲子園球場というのはですねちょっと土手の部分でえ見ていただきたいと思うんですけどもあのえー、っとですねもうこっちですね、まああえー、もうちょっと前ですねはいこれですねこれこれなんです。で ここにですね、20段の木の,木の椅子はあるんですよ、観客席。だけども、20段を超えてですよ、これだけ入れるわけです。で、観客席自体は、ずっとです、ねまあ、長い子です、昔だってずっと長い子ですね、長い子で、えー、何人分の長い子が内野と外野であったかというと、ぴったり5万人分なんです。5万人分なんです で結構ねこの幅を計算したんですけど、まあ、すごく幅が狭いんですねでなんで狭いかというと当時のですね男性の20歳の平均身長が1 6 0センチなんですねでそうすると、まあ、小ぶりなんで結構5万人埋め込んだであとこの20段しかないですからこう土手の上が空いてるんですよねで空いてるのでこれ見てくださいこう土手の上にこれ立ってる立ち身ですね でこの辺を入れて全部足すと5万プラス3万で8万というふうになられてるんですね。でこれがですねどん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 そのアルプススタンドができたりこちら側も外野席の方も50段の方に後に、えー、これは1936年になったら外野席ちょっとあったと思うんですけども外野席そうですね、えー、その前ですかねこれですね50段になったと。 だからもともとここはこう土手のような形あってアルプスが始めできてこれができたとこういうことなんですね。それでですねまあこれだけいっぱい入ったらですねですからまあ交渉をですねまあ世の中この当時はですねまあ10万人って言われてましたですねまあ10万人入るんだと今ならなかなかそこまでね詰め込めないんですけどまあそういうふうに言われてたのはこういう発展があります。 ここのところにですね真ん中にこのこの掲示板っていうもんですかねこのスコアボードですけどこれまあ2代目のスコアボードがここの真ん中に来たと。で実はですねこの真ん中のスコアボードがあってそして土手だった時代土手だった時代ですねでその時にベーブ・ルースがやってきたんですねベーブ・ルースがやってきてでベーブ・ルースが「すごいおっきいでもうトゥーラージや」って言って言ったのは。 このまだ土手の時代で真ん中にこの,このスコアボードがあってっていうそういう時代にですね、まあ、あのベールスがやってきて「大きいぞ」と言ってるんですね。ということはですねこの50段になった時に形が変わるんです甲子園球場は形が変わって今までその両方できるようになってたんですね。つまり このフットボールがこの外野のところでできてということになるのでこのずっと外野はですね直線一直線のような形になってホームグラウンドと考えたら三角形のような形になってたんですね。ところがこの1936年に50段に外野を変えた時に今のような形になったわけです。ですから現在のの形にはこの年が まベースになっているというそういうことになるんですね。でこの年、この年ですね。この年がまた非常に重要なんですね。で1930、1935年の12月ですね。1935年の12月に日本で2番目のプロ野球チームとして阪神タイガースができるわけです。で阪神タイガースが1935年の まあ、12月にできて十二月にできてですよそして36年になってその時にですね実は初めての、えー、プロ野球のリーグ戦っていうのが行われたんですね。ということは36年の2月にですね2月5日に日本職業野球連盟というねプロと言わないわれんですね職業野球連盟というまさにプロ野球の団体が創立集会を開いて出来上がったんです でその時何チームだったかお分かりでしょうかね実はねその最初の時は7チームやったんです7チームやったんですねで内訳として考えられるのはどういうことで親会社はどういうことかというともう半分は電鉄ですで半分は新聞社ですだから新聞社と電鉄というバックで日本の プロ野球の最初の7チームができたでどうやって試合したかですよね2月5日に創立、えー、集会を開いてますから2月5日から最初のまあ言ったら公式のリーグ戦をやったんですねリーグ戦をやった。で7チームのリーグ戦どうやってやってたかっていうと実はそのまあ,あの巨人軍ねあの巨人軍は東京巨人軍って言いましたけど。 そのリーグ戦の時にねまああのアメリカへねあの遠征試合に行ってるという随分失礼な話ですけどで残った残った6チームが甲子園に集結すするんですねそれで4月29日から5月5日までの1週間に1日2試合ずつぐらいやって総当たりの15試合をこなしたっていうのがこれが日本のプロ野球の最初なんです。 もちろん甲子園球場で行わわれたわけですね。ですからこうしてですねあの夏の高校野球の先祖である中等学校優勝野球大会が来てそれで7ヶ月後に選抜ですね選抜中等学校野球大会が来てそしてそれから10年後にプロ野球が開幕するというそういうようなことになるのでこうして甲子園球場は 聖地となったわけですねでそれではですねこのじゃあ甲子園の球場でっていって今までですね甲子園の一帯のところではいろんなスポーツがあったとっ言いますけども2番目にですねどんなス,トスポーツがあったかということをちょっと言いたいと思うんですけども次挙げるとしたら何が挙げられると思いますか野球の次ですねさあこれはお分かりでしょうかね これね私ねあのー、ちょっとここへ、えー、この辺りに住みだしてからですねその時はまだですねあの今ララポートありますけどもその向かい側に駐車場がありましてそこにですねプールがあったんですよ。えー、林デラックスプールというプールがあってねそれで、えー、甲子園ススイミングスクールというのもあったんです、ね、つまりですね水泳というのにめちゃくちゃ その阪神電車はこだわったんですね。というのもですね1905年に阪神電車が通りましたけれどもその時にですね場を作ったら関西初の海水浴場をね実はうちでというところに作ったんですけれども。 大慌てでですね、大阪の方で南海がですね、これはえらいこっちゃということで作ったのが浜寺なんですね。だから浜寺と内寺というのが関西における水泳の最初なんですね。で、そこのところからどん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 ですね、発展していく過程、じゃあ甲子園までの。 その水泳の過程、どれだけ阪神電車が水泳を愛したかというねそういうビデオを見ていただきたいと思いますそれではよろしくお願いします阪神電車は関西初の海水浴場としてうちで海水浴場を作ります公路園遊園地ができるとこれを公路園浜に移転させ さらに人気は高まりました1916年にできた鳴尾運動場の中にもプールを作りますそして甲子園球場が誕生するとその南の浜にも海水浴場を作りました甲子園海水浴場は日本有数のビーチとなり 夏の人気スポットとなります競泳ができるようにと近くに2 5ルプールを作りましたそして甲子園球場にアルプススタンドができるとその下に室内プールができますさらに球場横にも 50メートルの大プールを建設したのです。阪神電車は水泳にも随分と力を入れたのでした。どうでしょう。すごいですよね。水泳の入れ方っていうのはですね。で、まあ最初にですね、あのうちでというまあこそに。 もうこの辺なんです、ね、だから要するにもう埋め立てられてしまっているところあたりがこの内での海水浴場だったんですけれども、まあ、それからですね、えー、こちらの高炉園っていうのが遊園地が開かれるのが1907年ですから、まあ、同じような時期にですねこの今度は1907年にこちらの方に海水浴場を移転するわけです。 でえー、こちらの方でずっと高齢、まあ、園の海水浴場というのが盛んだったんですけども、まあ、ここで偉いのはですねだからそのこうずっと、まあ、水泳というのはですね最初は、まあ、った日本泳法っていってなんかこうねちょっと日本式のやつで全然そのあ水泳といってもですね、まあ、今の形の水泳じゃなかったわけですよねこの当時はね。 でまあ、そういうところで水泳を教えようという伝統はですねずっとこのスクールとこの水泳というのを、まあ、会場というのを合体させながら日本の水泳をリードしていったわけです。で次にですねまあここでちょっと古いのを見てみますと1916年なんですけども、えー、ここですね,こ,れですねこの次ですねこのプールこのプールですね。これですこの プールはですね、まあ、当時日本にプールというものがほとんどなかった時代のプールなんですね。でこのプールは何でできたかっていったらその競馬場の中にトラックを作る時に盛り土をしなければなりませんので土持ってこなあかんと。で土を持ってきてその人間が走るトラックを作る土を掘り出して作った後の掘りを使ってこのプールを作ったんですね。 でこのプールはですね、長さがですね、だいたい100メートルあったあったんですね。で最初あんまり100メートルっていうのは ななんで100メートルになるのかっていうのはです、ね、実は当時はですねこの長距離の水泳というのが結構注目されててで何メートルっていうか400とかすごい長い距離の水泳をやったのでおそらく100メートルを作ったと思うんですけどさすがにあんまり100メートルはやらずに途中で仕切ってね25メートルぐらいでやったっていうんですけどここはもうめちゃくちゃすごいです。 で注目してもらいたいのは年なんですねで日本がオリンピックに水泳選手を初めて送ったのは1920年なんですで1920年に初めてですねオリンピック選手があそこに行ってですね内田という選手が有名でしたけどもそのアントワープのオリンピックに行ったんですねそれで泳ごうと思ったらですねみんな変わった泳ぎ方をしているとで何やったらクロールなんですよ でクロールというのはその時までほとんど普及してなかったんですねだからクロールが普及する前からあったということですこれねものすごいこの古いでこれをバシャーンと始まったらですね回り、まあ、たらその掘っただけですから板をこう仕切ってあるだけなんでねちょっとこうブワーっとこうなんかこうなんか下からその砂みたいなものが出てきたみたいな記録もあるんですけどもこのプールがですね ものすごいオリンピック選手を育てたプーでで、まあこういうプールがあってついですねずっと進んでいきますとどのようなプールができてきたかというとここですねこの海水浴場というのを甲子園の海水浴場が開かれてでさらにですねこの甲子園の海では競争ができないですよね。 だんだんそのスポーツと言っても水泳でも競争するというのがメインになってきますで、そうするとですね。初めはどうしてたか？って言うたら、海で競技をやったりしてたんですよ。で、その次にですね。やら,やられたのが池ですね。池で池のところをやって、その水泳をやってたとそういう時代ですね。で、その時代に。 こ,のここでまあ言ったらスイミングスクールというね、まあ、まさにスイミングスクール甲子園水泳研究所というのを作ってですね、まあ、頑張ってやってたんですけどもここのところの横にですね作ったプールがこの浜甲子園のこの、えー、このプールなんですこのプールなんですね。でこれねあの前も言いましたけども今に今。 ちょっと前を受けたんでもう一回言いますけどここのところでですねこの木が今残ってますので浜甲子園まで行くとですねここにあまだこの木が残ってるわということでここのプールが回りたら 25m プールなんですけどこれが結構活用されたわけですそれから次にどこになったかというとちょっと進めていただけたらいいんですけども、えー、ここですねこれはねアルプススタンドができたら下にこの ずっと鉄骨でこうアルプススタンドを作りますよね下が開くので作ったのがこの室内プールなんですね。ですから屋根ができたのが1931年で翌年32年にこの室内プールが作られたということなんです。これ温水プールとしては日本で2番目1番目は YMCA のプール2番目がこの温水プールということになるんですね。じゃあこれれ側に作られたんですけど じゃあ一塁側は何かっていったらそこは室内運動場といっていろんな運動ができるような施設をそこで作っててまますすでこれ出てきますそれ出きそからさらさにずっときましてここれですねこのプールがまたす。ごいプールですでこれ甲子園大プールというこういうプールなんですけども今これね何になってるかというたら室内練習場とクラブハウスになってるところ。 あそこがですねこのプールのあったところなんですね。でこれだけの施設を作って水泳というのを非常にしっかりとですねまあ育てていったというそういうことなんですね。ではですね野球と水泳ということが来ましたのであと別のどういうようなスポーツがあったかということを また、ちょっとまとめてみました。今度はいろんなスポーツが出てきます。こんなものもやったのかというのを見ていただきたいと思います。甲子園球場でスキーのジャンプ大会があったことをご存知でしょうか。千九百三十八年と千九百三十九年の2回。雪は1回目が妙高高原から。2回目は昨日先から。川車で運んできました。 なんと鷹狩りもありましたカーボーイたちがグランドを走り回ったんですよそしてオリンピック選手が乗馬を披露しました一塁側のアルプススタンドの下には室内運動場ができて柔道や剣道もできたんです野球でも国際試合が企画されました そして2万人収容の甲子園南運動場が建設されラグビーの国際試合や今の高校サッカーそして本場のアメリカンフットボールや日米の陸上競技大会も開催されましたテニスではセンターコートの試合で刺激を受け 面のテニスコートは大人気でしたいろいろなスポーツができる場所それが甲子園だったんですねさてここからはですねちょっとアラカルトでちょっと一つですねまあ、スキーのちょっと戻っていただけますかスキーの方ですね。これ これすごいでしょこれね。でこれはですね、まああの1936年に50段にこの外野になりましたよね。でこれがね結構大きいわけです。1936年にその外野ができてます50段になっているので、その2年後の1938年にねこれをしようというねことを考えたんです。でこれもですね毎日新聞社大阪毎日新聞社が主催をしてこういうのをやったわけですけれども。 こここのところがですね、まあまあ、この雪ですねこの,雪ですでこの雪がどこから来たかというのにあの通の人は「これは知ってるぞこれ知ってる」っていうのはかなり人言ってるんですけどこの雪がどっから来たかっていうのはですねちょっと今日はあの頭に入れておいていただきたいのはですね一説はですね信州からっていう説があるのね。で 別の文献を見たらです、ね、新潟県とといいうふううふに書いてあるんでですねちょっとちょっと違うでしょそうすると信州からっていったらそれ見た人はですね「あ長野県やねんで」って言って「長野県から雪を運んできて」とかこうなってあ「新潟県間違ってるやんかと」とこういうふうに引っ掛け問題みたいな思ってしまいますよね。実はこの雪は田口駅という駅から取ってきたんです。 田口っていう、ねまあ、田口駅ですねでその駅は今何になってるかというと妙高高,高高原っていったらご存知の方もありますけどにに高高、ね、そこで妙高高原からやってきたので信、まあ、州の方から関西見たら信州やなと思ってしまうので信州とかいうのはあるんですけど実際にはですね妙高高原駅から雪を持ってきたっていうのを 覚えこのこれをねまあまあ作って櫓を作ったっていうねまあすごいことでまたあの甲子園球場を作った大林組がねこれをこう作ったっていうんですけどそのここのところのところでこれ第1回ですよね。でこれねこう,こういうの見てたら面白いんですけどこの看板こう横長にこういうふうになってるじゃないですか。 で2回やった1939年のちょっと見ていただきましょうこれがねこれこれ第1回やと分かりますよねちょっと変わってますよねこれこれと変わってますねこれでね、まあ、第2回と分かるんですでしかもですね位置が違うんですよここにここにですねスコアボードありますから若干ですね1回目はこっちでやって2回目はまあこっちでちょっと移動してやったということがこれで分かるわけですね。 で雪見たらちょっとこっちはです、ね、木の先ですからざらめであの1回目はパウダースノーやったというね、まあ、そういう記録が残ってますのでもうこれで甲子園のスキージャンプについて聞かれたら何でも語れるという皆さんになったと思いますね、はい、じゃあ次もうちょっと行きましょうスキーの次はですねこれですね鷹狩りという,もうどうなしてその鷹狩りをしたかというのが。 非常にわからないんですが、1938年という記録があります。で、これ、ウアがこれ、グラウンドに来てるっていうのはですね、非常に面白いんです次ですね、次になりましたら、今度は、えー、これです。これがね、カーボーイとあるんですけど、これが年代がわからない。これだけね、私はわからないんですね。で、手がかりとしては、 これねアルプススタンドできてないんですよですから1929年ですねで次ね見てカルピスカルピスいつできたんやとこう思いまして見たら1919 19年なんですねでこれちゃうとそうするとこれは1924年に甲子園ができてますから24年から29年までの間にこんなことやってたんですね。 もう今やったら阪神園芸さんに言えらい怒られなあかんのように思うんですけど、まあ、こういう状態になってる。で「ウっていうのはですね実は当時はもう兵器と同じなんですよ。つまり戦争の時に絶対軍馬がいるっていうのがものすごいあの大きなもんでこの球場でやるということ自体に次ありますか今度はね今度が出てきますのがこれですね。ここの乗馬大会がこれあったんですけども このの大会もできるっていうのはおそらくですねこれあのオリンピックがあったんですけどオリンピックがありましてオリンピックで金メダルを取った人がいるんですね。えーまあ、バラモン西って言われている西選手なんですけどもその方も実はですね、まあ、軍人ですよ,軍人で,すよですからもうこの馬術自体も軍と非常に結びついた密接にね、まあ、結びついた ものですから、こういうところでもですね。まあ甲子園球場というところでも。こういうのを、まあバックアップしていこうというような時代であった。とそういう背景が、あの馬っていうことに関しては見て取れますね。それから、次ですね。次いきます。はい、これです。これがあの一塁側のアルプススタンドの下なんですね。で、これで、何種目が手がかりになるでしょうか。がわかりますかね。 こっちは柔道ですよね。で、向こうで剣道をやってますよね。で、もう一個あるでしょ。もう一個わかるんですけど、何でしょう？そう、バスケットボールなんです。バスケットボールなんです。で、ここでフェンシングもやったという記録がありますので、もう何でもありなんですよ。つまり阪神で阪神電車はですね。 もうスポーツというあらゆるスポーツをですねもうできるようにしようというね、まあ、そういう、まあ、計画で進んでいったわけですね。でそうするとねまだこれだけのスポーツが出てきましてですねあとないのが何でしょう。実は相撲なんで,す、ね、相,撲なんで,で相撲も実はやったんです。 で1938年っていいますから、まあ、先ほどのあの、えー、時と一緒ですけれども1938年に何をどうしたかというと大きいプールありましたねさっき甲子園の大きいプールあの水を抜いて土俵を作ったんですものすごいことやりますね観客席があってあの水を抜いて土俵を作って学生の相撲大会をやったんですねこれででえらい人気でね これ,これ相撲っていいやんかと相撲大会もっとやったらいいって言って次の年どうしたかということはお分かりでしょうかね1939年になんと甲子園場所というのがあるんですよ。<laughs> で甲子園場所えぇ、ー、ということでで当時の相撲を見ると1月と5月だけなんですね やってんのが2回やってて後のところはなんかどっかいろんなそれこそ地方でやったりとかやってるんですけど甲子園のですねテニスコートっていうのがあったんですねテニスコートでテニスコートのいっぱい100面あるところにテニスのね定休会館といってあの、えー、まさに1万人入る国際試合ができるそのウィンブールドみたいなこの国際テニス場がありますねそこの横にですねなんと作ってしまったんです。 土俵をこれで当時いうのはですねまあ甲子園国技館みたいな甲子園特別国技館みたいなのを作ってしまってで当時はですね1939年ですから物資の状態ともう戦争状態ですね中国との戦争状態ですから集まらないでそこでですね記録として残ってるのはですね屋根をどうしようということで屋根はねあの神特殊な神ですね。 そこにアスファルトをつけて屋根にしたというものすごいあのとこなんですけどこの始まる前日からですね夜ですよ夜めちゃくちゃ行列できてねどうしようもないからですね前日の夜からですね会場を開けたそれで何日間やったか言ったらちゃんと15日やってるんです。日間やっってる甲子園場所があったというねまあそういうううそ ところなんで,すですからもうありとあらゆるものをやってますがじゃあ次ちょっとですねものがあってこう行きますとこれベーブ・ルースですねベーブ・ルースがあのこれベーブ・ルースってなかなか最近あの知ってる人少ないんですけど、まあ、ベーブ・ルースという大物がやってきて、ね、そしてあの大谷選手が記録を破ったというねベイブ・ルースがやってきて、まあ、甲子園でやった。 こういうような外国とのアメリカとの試合というのもやってるんですけれどもそのテニスですねじゃちょっと見てみましょうもうちょっと先進みますとテニスというのがありまして最後の方でしたかねそうですねこれこれがですねその地図で見てもらいますと結構南の方にあるんですよねえっと海岸沿いのところにありますけれども。 えちょょっと分かかりでしょうかねこれ地図で見ますとえ地図で見ますとね競馬場があるんですこれ阪神競馬場なんですけどもこれよりもですね、まあ、ちょっと左側のところにこの国際提供場っていうね、えー、ものがありましてそこの隣にその先ほどの国技館を作ったわけですね。でここではではすね結構あの アメリカととかかフランスとかですね、まあ、その辺りからこう選手を呼んで、まあ、ここでやってそしてそれに刺激を受けて周りがですね100面のテニスコートがあったと言われてますねでまあ正確には102面あっただからこれを合わせたらおそらく103面になるというふうに思われます。でそのようなテニスをやりということなんですけれどももう一つ大きな役割を果たしたのが 南運動場なんです、ね、ちょっと地図で見ていただきたいと思うんですけども、えー、地図で見ていただきますとその競馬場というのが大きくありますけどもその前にですねでこれをね、えー、実は甲子園球場以外に大きなまあ陸上競技とおそのフットボールができる会場として作ったんですね。 で、甲子園球場というのはですね、えー、それを手本にですね。神宮球場の人々がね。神宮の人々がやってきてね。で、マネして作ったのが神宮球場なんですよ。思われた。そこで参考にして甲子園を参考にし、作ったのが神宮なんですね。で、今度は神宮に。まあ、国立競技場にずっと続いていく陸上競技場が作られたんですね。じゃあ今度は反対に。それをそれを見に行って。 これで作ったのが甲子園南運運動動場場という運動場なんですでここはですねこの甲子園南運動場というのは1929年って結構甲子園球場できたのは24年ですから、まあ、5年後に作られてるんですよね。でこれはなぜ作ったのかというと先ほど途中でですね甲子園球場というのはそのフットボールもできるようにちょっと形が変わってたって言ってましたよね。 でその形を1936年に元に戻した元って現状のような形に変えたっていうと言いましたね。でそこでそのフットボールとかをやるためのスタジオこのスタジアムを別に作ったとこういうことなんですね。でこれがまあ2万人入るぐらいのまあすごい運動場のスタジアムを作ったんですけれどもこれは神宮ではですね 神宮の方のスタジアムではその両方同じように考えたんですけど400メートルのずっとーそうすると中に中にですねフットボールをやろうと思いますとかなりですねあの無理があるということがわかったので神宮の教訓を生かしながらですねどうやったかというとここでですね 1一周を 500m にしたんですで一周を500にしてゆっくり真ん中でフィールドが取れるようにというふうに回ったら変えられたというのがですねこの状態なんですね。ですから南運動場ではですねまあもちろんですねサッカーとラグビーとアメリカンフットボールねこれができたわけですよね。これがラグビーですよね。 でもこっち側がですねちょっと分かりにくいんですが地図で言ったらですねですでこっちの方にまあいたら競馬場があるんですね競馬場があるとそういう状況になってます。でなんでこの西川にこのスタジアムの観客席を作ったのかというとこれはお分かりでしょうか ね、ろおろしを避けるためですねこれ西からのずっとこう風があるのでその風をこう防御するためも含めて西側に観客席を作ったとこういうことなんですね。でここでですね、まあ、ラグビーをやってるということなのでこのラグビーとサッカーの全国大会というのが実は開かれていたわけですね。でその 全国大会を開いたということは実は甲子園球場ができた時にはもちろんそのラグビーとサッカーができるようなコートという運動場でしたからそこへですね全国大会が行われたわけです。でついにどうしたかというと今度は分離されましたね。南運動場に分離されましたから 分離されたところのこの南運動場に高校のラグビーとサッカーという試合が移っていったわけですね。で当時はですねサッカーのことをアシ式フットボールっていったんですねアアアア,ア,アソシエーションフットボールでそれをサッカーのことですね。で、まあ、ラグビーのことはラー式っていうねラ式フットボール。 と言って両方を毎日新聞が主催をしてこういうゲームを作ったということなんです。で、アメリカのフットボールの方は米式というのでフットボールというそういうのが実はここでやられてたんですね。で、そこで結局このことがですね、まあ、今現在よく知られてないところなんですけれども、サッカーとかラグビーとかね、まさに国立競技場であるとか花園であるとかね、言われてますけれども、本当は甲子園 だったわけですねでじゃあ甲子園ということでそのなんでですねまあ言ったらそんだけやってたのに今ないねんっていうことですよね。でそれがですね実はここのところで言うとですねヒントとしてはこの地図のところでですね、えー、競馬場の東側に川西航空機っていうのがありますね。でこの川西航空機で まあ、言たら、市電界とか、いろんな、あの、戦闘機が作られたわけです。で、その戦闘機を、とりあえず、その各基地に送らないかん、ことになりますね。で、そこで、各基地に送るための、飛行場を、この、競馬場をベースにして、作ったわけです。で、競馬場をベースにして、作った、飛行機、飛行機の、後がですね。どうなっているのか、というのが、こちらの方の。 えこの先ほど見ていただきました3ページを見ていただきますとこれがですねあのこちらの方の写真というのは戦後の写真なんですこれ。でよう見ていただきますと右側の方に何か黒い点々があって滑走路が見えますよね。つまりりこの辺り一帯は ナルオ飛行場という海軍の飛行場になってしまったんですね。でこの点々になっているのはこれ戦後に映してますからこれ米軍車両が映っているんです。で米軍車両がずっと駐車場の代わりにですねこれずっと並べている状態になっていると。そこでこの飛行機を、まあ、あのまあ言ったら誘導してきたりですね飛行機関連の整備工場にするために。 そのさっきの国際テニス場とかテニス会館は使われてでさらにそのずっと海岸沿いの、えー、路面電車もそこを誘導路にするというので、えー、取り払われてレールは取り払われてですね全部この辺り一帯がまあ海軍基地になっちゃったということで全てですねまあ言ったらその接収されちゃったということでまあ言ったら このあたりのスポーツ王国は、まあ、全滅してしまったわけですね。ですから、もしですね。まあ、あの、戦争がなければですね。もう、ここのところはですね。本当に、あの。オリンピックができるような場所だったわけです。常に、神宮と張り合ってましたよね。ずっと神宮と張り合って,て。で、神宮と張り合いながら、どんどん施設を作っていったんですけども。この青い。 ののが元々の川ですですからこれがずっと枝川であって途中で分かれているのがこれこの両方の川の跡のところを使いながらこの甲子園あたりの一帯のプロジェクトはできてますがちょうどこの両方の川が分岐する地点のところに甲子園球場があるわけです。ですからこの甲子園球場の分岐するところあたりからこのまあ言ったらこの日本の川がある。 海まででのの三角形の間ですねでここをですね、まあ、全てそういう本来ならばスポーツとかレジャーの楽園に全部一体をしようというのがもともとの計画だったんですね。でここに野球場があるしテニスコートがあるし陸上競技場があるしって考えるとこの辺り一体の面積っていうのがもうほぼですね神宮に展開されている今のスポーツ施設の 大きなあたりの面積とほぼ一緒なんですよ。ですから結局はですね、まあ阪神電鉄の目指したところはですね、このスポーツとレジャーの王国をこのナルオの南側ですね、このここのあたり一帯にこう作ろうと思ったのがまあいったら根本的なまあいったら計画であったわけですね。それがまあいったら戦争で結局のところまあ 多大ななな犠牲を払っってしままたとというようよことになりますありとあらゆるスポーツをまい、あ、たら進行してきた阪神電車ですけども今度ですね新しい時代を迎えてですねぜひですねまた一歩ですね新しいチャレンジをです、ね、この甲子園の地でやっていただきたいと思いますちょうど1時間になりましたありがとうございました。